来た、こっちに来た。します。はい、おはようございます。おはようございますっていうか、釣り終わった後なんですけど、うん、ちょっとオープニングがですね、雨降ってたんで、ハンディ回せなかったから、ちょっと後撮りになっております。はい。今回は、このアブガルシアさんからね、はい、いただいたクロスフィールドシリーズを使ってですね、はい、もう何でもかんでも釣っちゃおうと。そうです。釣りしてきたわけですよ。さっきまで。さっきまでつい、ね、何秒か前までしてました。そうだ。楽しい兆候でしたね。はい。皆さんも何が釣れたかね、お楽しみにご覧ください。はい。それでは、大雨の朝へ。どうぞどうぞ。さあ、かっちゃん。雨です。こんなはずではなかった。こんな釣れたら重かった。よっしゃあ。かっちゃん大好き、クロスフィールドで。5年間これです。なんでも釣ってるやろ。うん、ベイトなし。いい感じ。さあ、朝一、今一、ここで決めたい。私たち行くぜ。雨がすごい。さあ、1投目もう決めよう。一発バイブレーション。シワスイルド、めっちゃカス低い。どうだいジョニー。ん？ついてきた。壁際にここを張ってった。でその後一回ついてきた。絶対カス低い、めちゃくちゃ低い。ちょっと無理。これ沈ませる。あ、なんだこれ。なるほど、荒株か。壁際で荒株が来た。ナイスー、ナイスッスー、荒株ナイスッスー、ファソイッシュッスッスー、寒いっすイカ。イカのドラグ設定じゃなかったけん、ゴリーってなった。いいサイズと思う。イカだ。最初のホールやった。よいしょ。よいしょー。サンキュー。はい、ナイスナイスナイスっす。ありがとうありがとう。ありがとう。よいしょ、来たね。今日イカ釣れると思ってた。はい、来たね、イカ。ナイス。ありがとうございます。いい大きさ。これ美味しそう。これはうまいよ。ねえ、ありがとうございます。しゃ、行こうぜ。まだよし、多分相当いるよ。最初のホールで食ってきたもん。何もしゃくってない。活性高いと思う。ん？ちっちゃい魚いっぱいいるんだけどさ、親指チャーミーって、親指チャーっていうかスズメダイみたいなのいっぱいいるよね。入ってきてー、ナイスッスー。ナイスッスー、ナイスッスー。はい、どうもおいしいっす。先でもいたら最高なんだけどな。このエギングロッドめっちゃやりやすいよ。 802mm か。長さがちょうどいいよね。チニングとかトップとかもしやすいもん、これ。なんで来ないんだろう。来たー。
さあ来た。ちょっとカモが遠いぞ。でかい。多分カモが遠いぞ。2本持ってきたのに。上がってこんな。待ってね、かっちゃん。シーバスだ。ありがとう、こんちゃん。来た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 。かっちゃん来た。シーバス。はい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 。タイ。マジで。一発目タイ。よし、ナイスナイス、カッチャンカッチャンナイス、カッチャンナイス、はいはいだよ、一発目、はい、いいよ、やった、綺麗な綺麗な桜台、やったぜ、まだ桜台と呼んでいいでしょうか、ね、やったぜ、マジで、いいじゃん、じゃいいサイズ、美味しいよ、これ絶対うまい、よっしゃゴンちゃんやったよ、オッケー、はい、来たナイスやったー、あざっすー、ナイスあざっす、嬉しい嬉しいねよし、よかったゴンちゃん、よかったね、よかったね、釣りました釣りました、釣りましたゴンちゃんも一回釣りました、釣りましたよし、ありがとう、はい、やったぜマジで、やったぜこれ、嬉しいマジで、締めていきますね、かっちゃんナイス、俺もタイ釣るっす、来た、来た、よっしゃ、待って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 、どうどう、抜けないね、抜けないね、抜けるよ、よいしょ、よいしょはい、2杯目来た、調子いいぞ、ありがとうございます、おめでとうございますやったぜいいね、いいね、来てるね、よっこいしょ、さあ来た来た来た、釣れましたよ、何が釣れたの、タイです、はい、徳さんたち今からですか、あ、今着いた、え、徳さんもう釣りし、釣りしてる、もう初めてる、頑張ってください、頑張ってください、はい、頑張ってね、はい、活性の高いやつ出てこい、ちょっと、イサ欲しい、イサキ欲しい、先にいただくわ、イサキ、本当よね、2回買ったろ、いや確かに酒はマジで美味しい、来た、いや重くない、走るような魚じゃない、酒かもしれん、マジで、いや分からない、ゴンちゃん巻き上げ酒かもしれん、ゴンちゃんえ、ちょっと待って待って、さあ、イサキ来た、イサキ来たって言わね、なんかしゃくってたでしょ、食ってたよ、これイサキじゃない、これ、これイサキじゃないですか、イサキ来た、ごめんなさい、いつも通りです、エソちゃんでした、エソでした、えー、
ナイスナイス今回はね、なんとこのタイの鱗を食べます。なるほど。だからね、意外と心配なんで本当に大丈夫なのか。どこに引っかかってんのかな。これね、俺モンスターハンターの防具とかで見たことあるあるある。すごいよ。